新年明けましておめでとうございます。元旦の日からこんな不謹慎な映画に来ていただいてありがとうございます。僕なんとちょっとこの映画緊急版見てから脚本家でもあるにもかかわらずちょっと忙しくてですね見てなかったんです。でまあちょっと今日見てあちゃんと短縮版よりは、ちょっとレベルというかなんか立ってる地平が違ったっていうのを安心してます。ちょっと一番はですね、最後ラストシーン追殺だったんですよ。一体どうなることかと思ってたんですけど最後の最後に彼がこう胎児のように丸くなるっていう本当に足立正夫さんが、子宮回帰願望みたいなことをずっとやってた、脚本家時代からずっとっていうか日大の学生日芸の学生時代からずっとやってたあこのテーマに足立さん戻ったんだっていうのを知らずに見たんでちょっと今グッときました。ああそういうことだったんだとあの星になるっていうことと体内回帰願望を一緒にやったんだということはちょっとまずあれです。でこういう映画がですねどうして成り立ったかということだけを手短に言います。まあ皆さんご存知だと思いますが日本映画って本当にこう時代と全くこう寄り添わなくなっちゃったんですよね。例えば若松プロというところで言えば三島由紀夫が自殺した、2日後に脚本を書き始め8日後に撮影して2ヶ月後には、青林に死にたい女という映画を上映してたりしてた。で例えば学生運動が盛んな頃はその学生運動をすぐドラマに取り入れ、学生運動が衰退し内下場の時代になるとそれを取り入れた。で天使の甲骨という、足立さんが脚本を書いて若松さんが監督した映画に至ってはですね、爆弾闘争がなって始まって実際に新宿3丁目の交番を爆破したら映画公開前に直前にその交番が実際に爆破されるという、時代を追っかけるどころか時代の先を行ってしまったという。でそういうことがあったんですけどここ最近ですねいっぱい映画はですねあのデジタルになってスマホでも撮れるようになってやったんですいっぱい撮られるようになったんですけどどうも全部自分の半径1メートル以内を描いてる。で特にこうやって時代と寄り添ったことがなくてただ映画ってこう脚本書いて映画撮影して劇場が空いてるとこを時期を探してやるとどうしても1年ぐらいかかっちゃう。だからですね安倍政権になって以降こうむちゃくちゃなことがいっぱい起こって例えば、特定秘密法案、それから安保法制、共謀罪ずっとやってきてその度にあ音楽や演劇はそれにこう対応して何かをスピード感を持ってやってるのに映画だけはずっと何もやってないっていうことがあって3年前に、田方美に憲法あるという映画を撮りましたがそれはその時期に会見があるんじゃないかと思ってそれにぶつけてやろうと思ったらまあ会見がなくてみたいなことだったんです。でこの映画も当然、事件あった時に撮ったんですけどこれ全く映画にしようとは正直思ってませんでした。で1個はこれ全く山上の情報がないからです。出てくるのは週刊文春の情報だけでこれで映画を作ったってこれも再現フィルムにしかならないんじゃないかとドラマにしかならないんじゃっていう思いがあったんですがですねこの事件が7月8日ですよね。多分7月10日とか11日に、共同通信の映画記者からなぜかメールが来たんです。まあメールというかフェイスブックのメッセンジャーだったんですけどで彼女とそれほど親しいわけではないのに彼女は何を僕に言ってきたかというともう私今山上のことをね調べると、もう本当にかわいそうで仕方ないとどこまで行っても全く安倍と対極なんだとでこういうことを世間はテロリストというしかもその時まだ統一教会って言わずにですねある宗教団体って言ってたんですよ。新聞は統一教会とも書かないとで井上さんどうなんだっていうことを多分安藤さんの中で周りにこういうことを言えるのはきっと僕だけだったんですよ。でやり取りしてるうちにしかし僕も新聞情けないよねと書かないでっつったらいやいや井上さんもしねテレビや要するに新聞報道ができなかったらそれこそ映画の役目じゃないですか若松プロならやったでしょっていう割と挑発的なメール返信が来たんです。でその時にそんなこと言ってる場合じゃないんじゃないかと思って、そのメールが終わった瞬間に足立さんのところに電話して足立さんやろうよと、もうターゲットはこれ国葬の日だと
国葬の日に間に合うように、2ヶ月弱ですよね。その時ねまだ国葬あ2ヶ月ちょいですけど、国葬の日の日程も出てなかったんです。だけど9月だとは言ってたんで、上旬にやられたら2ヶ月、下旬だったら2ヶ月半、勝負しようよっつったら、いや井上俺も今お前に ずっと電話しようと思ってたんだと、でやろうという話になったんです。それがそもそものきっかけです。ただですね、昔の若松プロが、こういうスピード感でできたのは、若松プロはもうずっと年に7本も8本も撮ってるんで、こう常駐のスタッフがいて自分の役者たちがいたんです。だから脚本さえ書いたらスタッフはキープできる、集められる、役者も集められる。もう僕たちはですね全く今個々人でやってるんで、しかも、ご存知のように映画が死ぬほど作られてるんで、配信までもうスタッフが慢性的な不足なんです。さらにですね、僕が8月20日から福田村事件という森達也、初劇映画監督作品の脚本とプロデュースで、決定稿の直す最中と準備で知り合いのスタッフとキャストを全部そっちにつぎ込んでたんです。もう手持ちオーダーが全くない状態 でさらにもうこれをですねやるとすると、7月いっぱいで脚本完成させてキャスティングして、8月末に入らなければもう公開はできないという。でその中でですね、やっぱり足立さんが脚本に苦労したんです。なかなかその山上をつかめなかった。で当然僕は福田村の方の決定校に向けてそっちはそっちで勝負だったんでやってたんでできなかったんですけど、もう足立さんが井上最初の30枚だけ読んでくれっていうものを見て割と遠慮なくボロクソに言ってたんですよ。そしたらですね、幸運なことに7月末に僕がコロナになったんです。で全く福田村先生に参戦できなくなって、これ強制的に空いた3日間で、まあ、脚本を書いたんですけど、その直前にこれ見た人が、まあ、テルアビブ空港乱射事件、まあ、あのパレスチナ側から言うとリッタ闘争というのが、72年にあったんですが、これ足立さんが強引に入れてるって思ってるかもしれないけど、これ実話なんです。山上のお父さんがなんとあの3人の1人、岡本幸三さんと奥平さんともう1人の安田康之さんという、その康之さんと麻雀友達だったっていうのが週刊文春に2行だけ書いてあったんです。でそれを見て、あこれはここを軸に行けるんだと、星になりたいと言って彼らは立田闘争に、参加したというか、銃をぶっ放しに行ったんですけど、これでやれるんじゃないかというんで、もうそれだけを軸に書いたようなもんです。あとですね、だからそのキャストに関してはですね、本当に福田村で、空いてる京都で撮影したんですが、京都に来なくていい人たちに頼んだり、もう実際に監督してくれてる人が、自分が監督してる人が助監督やってくれたりで、まあこういう映画が、ただですね、まあ僕は一応企画して一稿は書きましたけど、ほぼそこからはですね、まあキャスティングしただけで、あとはもう足立さんでした。もう周りが絶対できないし、国葬に間に合わせる必要ないんじゃないか、映画はそういう力があるんじゃないかという中で、俺は一人でもやるって宣言したんですよ、83歳が。でもうその足立さんの一人でもやるっていうその気迫がこの映画を作ったのはもう間違いないです。ちなみに再現ドラマかもしれないですけど、今の合併号の週刊文春にまた山上の話出てますけど、もう本当に何もないです、書いてないです。ということはあそこに書いてある情報が全てなんで、あの頃足立さんは言ってましたけど、これが1年後に作ろうが2年後に作ろうが、裁判をちゃんと経ない過程で作る限りはもうこれと同じことにしかならないという、そのことだけはあります。だからもしかして今日再現ドラマと思われた方もいるかもしれませんが、これがこの時代にこうした最善のある形ではあるとは思ってます。ですのでこれまだ結構やるんですよね、シネマスコールで。いやもう2月まで行きますよ。ですよね。皆さんに見てください。少なくともいい悪いは抜きにして、僕は去年度というか今年度も含めて一番見るべき映画だとは本当にそれは思ってます。足立さんとはこの何年かやろうとしてたんですよ、ずっと仕事を。で2020年、まあ、コロナになった時に、まあ、若松さんの命日、若松浩二さんの命日が10月17日で、毎回そのテアトル新宿で上映会やるんです、追悼上映で。2020年が、さっき言ったその三島が死んだね、
三島が死んだ、時にそのすぐ作った、死にたい女だったんです。でそれを見た時に、その時舞台上では思いつかなかったんですけど、打ち上げで行った時に、足立さん、福間健二さん、それから撮影今回やってる高間健二さんがいて、若松さんのお嬢さん、今の現若松プロ代表がいた時にですね、思いついちゃったんですよ。まあ、日活ロマンポルノがリブートかとかでやってるけど、若松プロリブートやろうよと。でそれは各自300万も用意して、ピンク映画と同じ予算で、まあ、1時間から70分でいいんで、ちゃんとその社会性のあるものを撮ってみようと。で、あとガイラさんがいたんだ。で、足立さんと準備したのは、2002年のですね、多分3月31日か4月1日なんですけど、日比谷公園で元赤軍派の、日森さんという人が、パレスチナ、というかアフガン戦争に反対して、日比谷公園で灯油かぶって焼身自殺したんですよね。でその話をやろうと。で足立さんはその時、まだ刑務所にいたんで、あ、知ってますよね、足立正雄がどういう人か、あの映画の中で言ってますけど、女房子供は友達が見るって言って日本赤軍に合流してですね、まあ、本人は長い海外出張と言っておりますが、僕が若松プロにいた頃は交番の指名手配でしか写真見なかったんで、それが97年にレバノンで捕まってですね、日本に強制送還されて、当然和光春夫さんとか、他の方々は、ハイジャックとかに関わってたんで、未だに出られませんが、あれ孫うことなき前科者ですから、偉そうに言ってますけど、今は本当に全、ただ足立さんだけは、あ、旅券法違反かちょっと誘引し、公文書偽造かどっちかですけど、で、2年、日本では2年何ヶ月に出てきたんですけど、まあ、とにかく自分が刑務所に入っている時にその焼身自殺したかつての仲間って、そのようにしか、今の社会にノーと言えない、小泉政権時代ですから、その人が死んで、その後をどうやって受け継ぐかの話やろうよって言って、その、まあ、再会の時という傑作があるんですけど、ローレンス・カスダンというボディーガードの脚本だったり、スター・ウォーズの最初のやつの脚本だったり、その娯楽作家が、かつて彼も、アメリカの学生運動をやってて、その仲間が自殺して集まってくる30代半ばの再会の時っていう大傑作なんですけど、それと同じようなことをやって、その日森さんが自殺して集まってきた仲間たちがっていう話で、これも足立さんがまた書けなかったんですよ。で、まあ、僕が書くって言って、僕はもうずっとここ最近のテーマはどうやってそういうことが引き継がれていくかという、これもですね、さっきその他がために憲法あるっていう映画のことを言いましたけど、これも舞台挨拶でもずっと言ってるし、止められるか俺たちをという映画の中でも書いたんですけど、これね、もう我々規模のそういう社会派的な映画って届く人にしか届かないんです。だから本来なら表現というのは、こう憲法なんて今のままでいいし、9条を変えなきゃダメだよっていう人たちが見て、その人たちの価値観を揺さぶるのが映画なんですよ。ただ残念ながら僕たちのその映画っていうのは、憲法を守らなきゃいけないね、9条絶対変えちゃいけないよねっていう人が見に来て、ああやっぱりそうだよねっていう留飲を下げるというか自己確認する映画だけなの。ただ映画を作ったことによって、今回のレボリューションプラスワンが新聞にあえて載ることによって、その映画を見ない人にもこうアピールできる。で僕たちはテレビの 20% やる視聴率があるみたいなところとは全然違う戦い方しかできないんで、そういうこともだとは思ってるんですよ。でその時に革命2世たちの話を書いたんです。おじさんたちがもう一回どうやって闘争をやろうかって言ってる時に、もうその娘たち革命2世たちがウーバーイーツの中に爆弾入れて、どんどん爆弾闘争をやっていくって話だったんですよ。なんかね、受けが悪かったんですね。僕と足立さんだけが喜んだという、もうでそれも頓挫して、どっかでやっぱり足立さんにもう一回もう一本取ってほしいなとは思ってたんです、ずっと。それのベースがあったのと、さっき言ったもう日本はこうスピード感でできないっていうことを、まあ、その共同通信の安藤さんにね、挑発されたのもあって、あ、国葬にやるってこれ明快じゃんと。でも僕は当初からあったのは、国葬の日に国葬を爆破する映画を上映しようと。でもう分かると思いますけど、ラストあれ自転車でずっと行ってて、最後リックサック背負ってて、リックサックなくてバーンって爆発してるから、あれ妹が爆発したって話なんですよね。で
それでそれはちょっと困ったのは、僕は僕の一行はああいうことやって、全然見も知らない女の人がその山上に触発されて国葬を爆破するっていうラストだったんですよ。なぜか足立さんの、要するに 僕の受けて書いた2項目でそれが妹になってたんですよ。で僕はいくらなんでも実際に生きてる妹をやっちゃまずいっていうふうに、さすがに僕は一応足立さんよりは多少前科もないし良識もあるんで思ったんですが、あ、これもまた忖度かもしれないと思って言わなかった。でそのまま妹爆破でもう撮影までしたんですよ。足立さんが国葬の日に国葬爆破のラストも作れない中で、なんかやったのが、いろんな中でやるのはもう短縮バージョンという仮の姿だっていうしところ。だから今日ちょっと残念だった、もし残念なことを言うなら、あの爆破の代わりにあの妹の流せる書いたんですね。お兄ちゃん、私は私の戦い方やるからっつって、あれを入れた後にあの自転車入れるとちょっとわけわかんないんですよね。でそれはちょっと残念だったなとは思った。ただ、あ、足立さんやっぱり爆破させたかったなっつって、で足立さんこの間の中日新聞でも何でもテロを肯定してないとかって言うけど、あれ絶対嘘ばっかで、肯定してるに決まってんですよあれ。でだってあれは肯定してないって言いながら最後にあの中日新聞の記事でも、どんなことであれ若者がやろうとしてることは僕は全肯定するって書いてるってことは、これはテロかどうかは抜きにして山上肯定なんですよね実は。でこのテロかどうかっていう肯定の問題に関しては、これはっきり言うと全てのことがテロっていうふうにくくられるようになったのは間違いなく911からなんです。それまでは例えば、少数民族の抵抗運動、ゲリラ活動はゲリラ活動だし抵抗運動だったんです。それが一気に全部テロリズム、テロというふうに一括りされて悪いレッテルを貼られるようになっちゃう、悪みたいな。でこの間、アバター、ウェイツーウォーター見たんですけど、あれご覧になりました？これもう一作目からそうなんですけど、アメリカの西部劇って基本はあのもちろんにあれもありますけど、ジョン・ウェインの行き場所とかなんか思い出してもらえれば、これインディアン、ネイティブアメリカンが敵だったわけ。こうフロンティアを開発しようとするのに土着の土人たちが襲ってきますっていう。それがですね、ベトナム戦争の時にアメリカンニューシネマというそのドラマなんてないだろう、もっとその姿勢のこう底辺にうごめく人たちがあるだろう、そこに描こうよっていう、まあ、雑に言うとアメリカにそういうアメリカンニューシネマができた時に、みんなね肌と気づいたんですよ。これ今まで平気でインディアンを悪だと思って描いてたけど、これはベトナム戦争におけるベトナム人と一緒なんじゃないかと。ベトナム人民のためにとは言ってるけど、これ実は200年前に同じことやってインディアン殺してたんじゃないかって思って、これをその我々のやってきたことはベトナム戦争と同じなんだという西部劇ができ始めたんです。これは例えばダスティン・ホフマンの小さな巨人、それからソルジャーブルーという映画、これはどういう映画かというと、ソルジャーブルーというのはアメリカの陸軍の最下層の兵士なんですけど、彼がそのネイティブアメリカンと出会って、やっぱりネイティブアメリカンに共感してネイティブアメリカン側で戦うという話なんです。小さな巨人もダスティン・ホフマンがネイティブアメリカンに拾われて、その中で育ってネイティブアメリカン側で戦うという話なんです。ただどの映画も結局はこれ圧倒的な敗北を迎えざるを得ないわけ、歴史的事実としてインディアンは虐殺されるし、そして最後その虐殺を見た白人の主人公はやはりネイティブアメリカンの人たちとも暮らせず、一人去っていくっていう話だったんです。でキャメロンはアバターでそれを、要するに物語のいうあの星の中で、その全く逆転させたわけですよ。まずナビという原住民に勝たせる、そして車椅子で、もう現実世界では立つこともできなかった人がアバターのナビであんなに活躍して、最後に今までの歴史ではネイティブアメリカンと同一化できなかった彼が最後アバターになるという同一の話をやったんですよ。これねすごいことなんです。で2作目は何をやってるかというと、また人間が襲ってきて、要するに白人が、ナビが抵抗するんだけど、これ白人歴史主観で言ったら列車爆発して武器を奪うって、これ全部テロ行為なんです、もし言うならね、そのゲリラ活動が。ただ映画はナビ視点で描いてるから、少数民族視点で描いてるから抵抗運動なんですよ。
キャメロンはそうやって全世界で10億人近く見る映画でテロリズム肯定やってるんですよ今回。そういうこともあってのそのテロリズムとは一体何だろうっていう、そのテロイコール悪みたいなことを多分足立さんは説明すると面倒くさいんでポンってこういうふうに言ってるけど、まあもっと言うとその映画の中でも言ってるけど山上のやったことはじゃあテロなのか個人的決起なのかとかいろんな問題はありますが、まあそういうことも含めてはやろうと思いました。というかもともとテロって実は国家がやるもんだったんですよ。あのね、台湾で白色テロっていうのがあるんですよ、うん、まあ、あの中国大陸からあの蒋介石が台湾に入ってくるんですけど、でその台湾の人たちを全部あの抑圧していくんですけども、その蒋介石がやあの知識人をどんどん殺していくことを白色テロと言ったんですよ。そうそう、だからテロっていうのはもう国家がやることで、それがいつの間にか転化してたんですよ。そうそうそう、これはねかなり認識が間違って伝えられてる、うん、だから やっぱりその言葉というのは非常にあれでね、テロリズムっていうその国家がやる最大の恐怖だって、テラーですからね、恐怖だったんだから、それをやったことによって、もっと言うと例えば去年マイスモールランドというクルド人少女の話があって、それって最後ものすごくそのクルド人であるそのクルド人の慣習とかを拒んでた少女が最後そのイスラムのお祈りもするしっていう時にパッて鏡にこう見る時の目線が、僕はその目がテロリズムに、いやテロリストに見える皮肉って書いたらツイッター炎上したんですよ。要するにアラブ人イコールテロリストというそのステレオタイプに当て込むような映画の渦中っていうけど、それプロデューサーに一回そのいろんなことの、僕がそれを書く前にその話をした時にそのプロデューサーが、いやいやもともとあの監督は銃を構えてからしっかりこう構えてる時の目を見てこの映画発想したっていうんで、なんだこっちの読みが正しいのに。だから逆にテロ右も左も今テロリストというと全部そのことになってるから、そのなんていうか捉え返しもやりたかったことはやりたかったんです。だから難しいですよね、いろんなこと で、まあ、でもちろんそのもう一個のこの映画の大きな批判は堂々とやっぱり国葬の日に合わせるという、でそんなも当たり前で、これ映画が入る入らないのことを含めて一番入る時期にやるのは当たり前、それともともとさっき言ったように映画で何かできないか、で僕は割と映画原理主義で、こういうことをいろいろテーマが何だろうが映画として面白くなくちゃダメだろうっていうのは、まあ、僕の基本姿勢ではありますけど、かといって映画も面白くない、政治性も社会性も何もない映画がどれだけあるんだ、一方では韓国のように社会性も全てあり、エンターテインメントも書き取れるその映画に10億も20億もかけて、パク・チョンヒが殺される映画をやるわけですよ。でそういうことに対抗する位置では僕はもうこうやるしか仕方ないとは思いました。でシナリオはどこまでこうその足立さんとのやり取り、一行書いて、もうそこからは足立さんは、まあ、任せてくれとは正直言ったんですよ。ただ一回は戻してねとは言ってた。で一回戻してもらって多分5行目ぐらいを書いて戻して、でさらに足立さんが入れたやつが決定稿ですね。でそこからさらにこうやってあのやつで、もうそこからは僕はもう言わなかった。で、まあ、今回50、まあ、最初の国葬の日は50分前の、うん、で今回は74分ですね。で、まあ、50分と今回のどこが、まあ、加わってるかってちょっと。でしかももう、まあ、多分50分前にはもう公開されることはないいやないでしょう、ね。あのね、これもう今回唯一揉めたのは、まあ、ちょっとその脚本のことから言うとですね、だからまあ正直言えば。まあ、見てて、あ、足立さんこんなことを書かなきゃいいのにって思った箇所はやっぱりあります。それはどうしたってやっぱりある。ただね、まあ、それは許容範囲だし、あとねちょっと残念だったのは、革命2世とあの隣の宗教2世の女の子も、僕がこの映画で足立さんに対してぶつけたのは、前作でも革命2世の女の子を出そうと思ってたのと同じように、足立さん宗教2世と革命2世って同じだよと、同じじゃないけど足立さんだって娘をさ追ってっちゃったんだよっていう、その思いがやっぱりあったんですよ。だから僕の周りには足立さんの娘だって革命2世、重信房子さんの娘の重信芽衣ちゃんも革命2世って、僕にとっては革命2世身近なんですよ。でそれぞれがやっぱり親の枷を背負ってるって意味では同じなんです。
そこの出し方をもうちょっと工夫して、あれ扉がガチャって開いて、病室にも扉がガチャって入ってくるけど、あれちょっと忘れちゃったんですけど、とにかく現在の時勢では、その隣のこの革命2世の女の子が扉開ける、で山上が扉開けてそっち側に行くと、あの病室になるみたいな、足立さんを意識して割と分かりにくい時勢で作ってたんですけど、ちょっと時勢をちゃんと足立さんが戻して、なんだ分かりやすくなったら割にはちょっとよく逆によく分かんないみたいな、そういうことはいくつかあります、そのシナリオで言えば。であとはその最初はお金集まんないと思ってたんで、300万ぐらいでピンクと同じでやろうと思ってたんで、まあこれ独房ベースでやろうと、だからそのナレーション低予算だから許してもらおうっていうんで、あれだけナレーション頼りにしちゃったけど、ちょっとその反省もあります。もうちょっとやるならば、ドラマに起こしてもよかったんじゃないかなという。まあでも雨がすごい象徴的に出てくるじゃないですか。 で、ね、それはあのね、字に書いたのは僕ですけど、足立さんは実は若松さんの連合赤軍浅間山荘への道の1個目も足立さん書いてるんですよ。でその時に山岳ベースの中で常に水が流れてるセットにしたいって言ってた。で水が何かを浄化するというか何かにしたいって言ってたんで、あならば独房に雨を降らせよう、で打つ時も雨を降らせようっていう風にしたんですけど、まあそれもね、その象徴ではあって記号的ではあるけど、俺もまさか足立さんがここまで分かりやすく撮るとは思わなかったんですよ。もうあの人はヨーロッパではシュールレアリストですからね、分かりにくい。だからそれはね、ちょっとその反対、まあだけど、まあ、いやだから今回非常にね、僕たちにとっては足立さんが近づいたら、もう今まではちょっと遠くの人だなっていう、ね、まあ遠くの人っていうと聞こえがいいけど、わけのわからない絵を撮る人ですよね。そうですね、うまいこと言いますけど。で、あまずちょっと2つあって、1個はその短縮バージョンの時に、実はこのさっき下で言った以外はもう全部撮ってたわけですよ。で実は70分バージョン編集してたわけ。それが、まあ、ちょっと配給が全部出すかっていう問題と、そのラストの妹爆弾問題があって、50分バージョンにしようって言った時に、俺初めて足立さんにちょっと喧嘩したんですよ。ふざけるなと、もうこれちゃんとした完成バージョンをやるから意味があるんで、短縮バージョンなんかやるんじゃないっつって、僕は何せ福田村の事件でずっと京都にいたんで、やっぱりね、電話でいくらズームで言っても向こうにいる人たちには勝てなかったんですよね。でそれは正直言えば不本意だけど、ただ今こうやって完成バージョンができたことを見ると、あの短縮バージョンの インパクトと興行の違い、だってはっきり言えばこれは季節商品ですから、もう僕はあの季節が終わったらこれ実はこんなにお客さん来るとは思ってなかったんで、そう思うとね、結果的には良かったんじゃないかというのが今、まあ、ただあともう一個幸運だったのは、300万しか集まらないっていうのは、300万だったら例えば僕と足立さんと誰かが100ずつ出したらできると思ってたんですよ。それならまあ出せなくはないじゃないですか。ただですね、まあタイトルでロフトプロジェクトって出てきましたけど、ロフトというね、全国東京でもあるライブハウスのロフトと、たまたま、それもこの人のドキュメンタリーのシネマスコーレを解剖するっていう映画が7月に名古屋で公開、あ東京で公開されたんですけど、その前夜祭イベントを6月にやったんです。そのロフトでやったんです、ロフト9というシネマ、ロフト9ユーロスペースの1階である、1階である。そしたらその時にそのロフトの総帥の平野優さんという人が、久しぶりに足立さん、足立さんもゲストだったんですけど、足立さんに会いたいからって来たんですよ。で足立さんと会って飲んだ時に、足立さんが、いや映画撮りたいけどなかなか俺に出してくれないって言ったら、じゃあ今度足立さんが撮るなら僕が出しますよって軽く言っちゃったんですよね。そしたら足立さんすぐこの映画のことになったらロフトの平野さんに電話して、お金出してくれと言って成立したんです。だから成立したんだから、実はこの映画が木俣さんが非常っていうかキーポイントになってるんですよ。まあで、ね、今回実は東京は公開されてないんですよ。そう、公開されてるところはシネマスコーレと、第7芸術劇場と大阪と横浜のジャカンド北京3館だけなんです。東京はやられてないんですよ。で、まあね、これは、まあ、理由があって、東京は本当に埋まってるんですよ。映画もものすごくご存知のように単館系の映画が腐るほどあるんで、もうユーロスペースなんて、去年の9月の段階でもう
今年の3月まではダメって言われたんだから。もうご存知の方もいらっしゃると思いますけど、鹿児島ガーデンズシネマは上映中止になったわけですよ。例えば木又さんのところにも当然抗議の電話は来ました。この人すごいのは、まあいろいろ抗議した場合は一緒に話をしようと。でもまあなかなかそうはならないんで、お互いの意見を言い合うわけですよ。でこれは平行線になります、うん、まあ、でも平行線をどこまでもやるんですよ。ということで僕の意思表明、向こうの意思表明で結局時間切れ、時間というか向こう負けるんですよね。そうそう、交わらないわけですけど、まあ、そこまで徹底してやるという。でガーデンズシネマは実は意外と品のいい映画をやってたんで慣れてなかったんです。でそれでも劇場にかかってくる分にはそうやって木又さんみたいに話し合ったんで、致命的なのはガーデンズシネマは丸屋っていうねデパートの中のテナントで入ってるんですよ。そのデパートに電話が行くんですよ。で全く そこの自分どこのテナントの映画館でこの映画をやるって知らない担当者に向かって1時間も話されたらもうこれ終わりなんです。でそういうこともあってこの映画をやることの危険性は、まあ、正直あったと思う。あの幸運だったんで、そんな風にたまたまロフトが出してくれた、本来ならかからないじゃないですかこの映画、うん、っていう感じです。まあ、その福田村っていう映画が、まあ、ちょっと福田村事件ってさっきから言ってますけどご存じない方いらっしゃるかもしれないんで、ちょっとその説明をするとですね、まあ、あの今からもう今年の9月1日で100年になりますが、関東大震災の時に、まあ、これ流言飛行が飛び交ったわけです。もう日頃からその頃朝鮮から強制連行してもう安い労働は朝鮮人にさせてすごく虐げられてたんで、潜在的に復讐されるんじゃないかという恐怖心から、地震が起こって朝鮮人が井戸に毒を投げ入れた、隙や鎌を持って、襲ってくるかもしれない、鉄砲を持って襲ってくるかもしれないという流言飛行が飛び交って、街中に自警団が立ってですね、濁音が朝鮮人は言えないということで、言えなかった人を自警団が虐殺して、まあいろんな説はありますけど少なくとも、6000数百人殺されたと言われてます。まあ、そういう事件があって、で一方その事件も、小池百合子になってから石原慎太郎さえがもう出していた9月1日の朝鮮人虐殺慰霊碑に追悼慰霊祭に、小池百合子はその歴史的事実は曖昧だからといって追悼文すら送らなくなってた。でそういう時勢ある時にですね、なんとその9月1日から5日後千葉県の福田村というところです。これはまあ現野田市なんですけど、香川から15人の行商団が行くんです。子供、4人を含む、妊婦も1人行商団、それが利根川の、渡し船の料金で揉めて反証が鳴らされてですね、もうずっと朝鮮人来るんじゃないかと待ち構えてた村の人たちが100人以上集まって、結局そうやってお前らの言葉をその朝鮮日本人じゃないんじゃないかと言って暴走して止められずにですね9人虐殺されたという、結果日本人が日本人を殺したという事件が起こって、その事件僕は知らなかったんです。でその事件を知って、僕の師匠が新井春彦という人が井上知った以上はやらなきゃいけないんじゃないかと言ってですね、その映画を3年前から準備してて、でそれがたまたま森達也さんがずっとやろうとしてたということを知って、まあ、当初は僕監督で動いてたんですけど、もう僕が監督じゃ1億円近い制作費が集まらないんで、森さんを監督にしてこちらは脚本に回ってプロデュースに回ってやろうということを今年の夏京都でやってたんです。猛暑のもうめちゃめちゃ消耗して、もう殺球の日なんてもうホテルで死んでたんですけど、足立さんから悪魔の電話がかかってきたんですね。井上京都にいるってことは奈良近いよなちょっとさ実刑取ってきてくれないっつったわけお前のとこ機材もあるだろって言われて、いやいやいや、うちの機材とカメラマンとか出せないからって言ったの。そしたらこれがまた幸運だったことに、現場のメイキングに渡井武春さんという、では戦場ジャーナリストですね、ウクライナ帰りの渡井さんがですね来てたわけですよ。ずっと渡井さんに、渡井さん足立さんの映画のカメラやってみないって言って渡井さんを連れて奈良行って撮ったのが今日出てきたあの実景なんですよ。ただ実景の貼り方ちょっと違ったけどね、もうね本当にその行くともう花を置かないでくださいっていうふうに花を置かれてて、あれ結構何回もこう、まあ、山上が歩いたこう主観音でこう行って撮るんだけど、
パッて見ると誰か必ず手合わせたりして、あれもう何テイクもやってるんですけど、まあそういう風だったです。で本当に見たら分かる、こう今回俯瞰もちょっと一個撮ってますけど、よくあんな360度あのねガードできないところでやったなと思って。だからその陰謀士官じゃないけどね、何か陰謀説言う人分かりますよね。だって山上が撃ったっていう、当たってたなんか駐車場の壁なんてはるか向こうだし、でまあそれはそれなんですけど、当然山上の住んでた家に行こうよっつってマンション行ったんですよ、車で7、8分。だから あの時はその距離感を文春の字面でしか読んでなくて、僕の生まれ育ったことって書いたけど、あれ本当に山上が多分利用した最寄り駅なんですよ。で行ったらなんとそのマンションがないんですよ、どれだけ探しても。で Google マップのあのあれ写真で見てもこのマンションだと思って、だからよくよく見たらマンションの名前のプレートが新しかった。だから僕たちが行ったのが9月の10日頃でしょ、2ヶ月で相当僕たちのような人が来てもうマンションの名前変わってたんですよ。もうあとは実名問題で、もうこれは統一教会と安倍は完璧実名で行こうと。で山上 もう当然僕は実名主義なんで実名で行くつもりだったんですけど、やっぱり妹さんのことです。だって妹はこれ仮名にしなきゃいけないんだから。でまあだからいいや、どうせ劇中では川上名前呼ばれるとこないから一応アリバイとしてシナリオは川上達也にしようと思ったら、足立さんが字幕入れてたんですよ川上って。あれも不本意っちゃ不本意、あれ名前さえ言わなかったら分かんないですからね、川上か山上か。まあそれは実名で行きたかった。ちなみにですね、あのこの実名主義の弊害がどういうことになったかというとですね、まあつい6日前まで木俣さんと一緒にここで撮ってた映画が、そのシネマスコーレが83年できる時から始まる、そこに集まっシネマスコーレを通っていった人たちの青春群像劇なんですよ。で当然僕は、まあ、来年シネマスコーレが40周年なんで、さっき言ってたシネマスコーレを解剖するっていう映画のパンフレットに、僕が書いた止められるか俺たちをになぞらえて、止められるか木俣をという劇映画を作りましょうというギャグで書いたんですよ。ひょうたんからここまで作ることになっちゃったんです。で木俣さんに取材してやると、こういう人のなんで、ドラマってもう一応シナリオ講座的なことを言うとですね、これ対立と葛藤なんです。ドラマっていうのは間違いなくこの人何でも OK で、対立と葛藤がないんですよ。でドラマ作れなかったんです。で仕方なく僕は1985年の4年の河合塾で浪人してた時に、ここにたまたま来たら若松浩二監督が来てて、弟子にしてくださいって言ったら、まあ東京来たらなって言われたんです。8月夏期講習をサボった時だったんで。でこのままじゃもう地方の一映画青年だと思って、木俣さんにじゃあ一緒に送りに行くって入場券で行ってですね、その入場券で東京ついてったんですよ。ただそしたら若松さんがさすがに本気だと思って、お前ね、そのうちは 給料を払わないと、ただ4年で監督にしてやってるから、大学行ったらその親の金で4年間暮らせるから、その親の金で暮らしてる間に監督になればいいという体よく追い返されて帰ってきて、大学入ってもう一回若松プロって行くのが僕のきっかけだったんで、もう仕方なく自分の話を書いたんです、足したんです。で僕も変態じゃないから自分の話を書きたくないし、自分を実名で書きたくないんですけど、止められるか俺たちも散々実名で書いてきたんで、木俣さんも実名なのに僕だけ仮名にできなかったんですよね。だからね、恥ずかしいことに自分も実名で書いて、現場で実際に井上純一役がいるんですよ。これはなかなか混乱して、でまあ現場ってご存知かもしれませんけど、もうカメラマンとかは役名で呼ぶんですが、井上もうちょっと神手とか言って、そうすると、はい、井上もうちょっと神手って言って、パッて僕を向いて、今のは役に行ってるんだからねみたいなことを非常に言う現場になったんですよね。はい、これが12月、15日から27日まで撮影して、撮影してもうクランクアップしました。青春ジャック止められるか俺たちを2っていうのがあれなんですけども、まあ、ちなみに木俣さんを知ってる方は東出昌大さんがやって、世間ではなぜ東出が木俣なんだという大顰蹙を買いつつまあそこは映画のこうね驚きの場面であって、ただもう男性ね、東出さんが木俣さんにしか見えなくなってくるんですよね。
もうね、めっちゃめちゃ多かったのは、あ、ちょっとね、本当撮影3日目ぐらいのシーンで東出さんが完全に木俣さん掴んだと思ったシーンがあったんですよ。で、まあ、木俣さんに木俣さんどうって言ったら、木俣さんがいや大げさすぎるよって言ったんですよ。ただその時にいや大げさすぎるよって言ってめちゃめちゃ大げさな動作だったいや、でもかなり東出さんは今回きちんとね、きちんとっていうか結構私をこう掴もうとしてきていただいて、だからもうちょっとびっくりでしたね。もう完全にオフの休憩とか、ピタッと木俣さんと一緒にやりましたもんね、うん、これは驚きでした。いや本当に驚きで、いかにすごかった、いかに、まあ、今回若松監督は原田さんね、で、まあ、井浦さんで、まあ、僕は東出さんですけども、この2人のこうや会話っていうかやり取りはすごいよくできてて、2人の俳優さんがねやっぱり役をどう掴んでいくかっていう、そのこう会話を見るっていうかね、これはちょっとなかなか得難い経験でした。で、まあ、タイトルは僕はもう未来は僕らの手の中という、それを非常に反語にしようと思ったのを、足立さんが明るい未来って言って、ね、一応ね、まあ台本印刷せずにもうお金ないからコピーしてやったけど、その一応のみんなが持った撮影台本には明るい未来ってタイトルだったんですよ。ただそれ黒沢清に同じタイトルがあるので非常に迷ってですね、そしたら誰かがレボリューションでいいんじゃないかみたいなことを言い出したわけで、レボリューションだけじゃ恥ずかしいっつったら、誰かがさ、そのロフトってロフトって最初にロフトプラスワンなんですよね。これはもうゴタールのワンプラスワンの、ゴタールからプラスワン取ってるんですけど、あ、じゃあプラスワンつけたらどうだろうと、そしたらそのロフトと重なるし、そのもうレボリューションは負けたかもしれない、だからもうプラスワンするかマイナスワンするか分かんないけど、そのことがなくて、もし山上がね、その革命とか何か関係ない個人的決起というなら、しかしそういうとこからプラスワンだったり何かで実際に山上がやったことによって、もうこれ自民党と統一教会の癒着は全部白日のもとにさらされたんだから、じゃあというんで、まあこういうタイトルにしました。まあこれがベストかどうかね、タイトルって本当に毎回つけるのってものすごく悩んで、まあタイトルはですね、お客さんのが入り具合でこれが大きくなったり小さくなったりするんです。そうだから、まあ今日ね皆さん来ていただいて、これがかなり正解ないい題名になりつつあると思うんですね。それ、まあ、よく言われることだけど、太陽を盗んだ男というね、ジュリーが原爆を使って国家を脅す話は、もうこれ印刷台本は笑う原爆だったんですよ。カッコ仮もついてなかった。でもうスタッフがそのタイトルにみんななってたんで、その公開時に太陽を盗んだ男っていうタイトルになった時にもスタッフは全員反対したって言うんですよ。でそれが結果今もう太陽を盗んだ、太陽イコール原爆っていうんで、あっちがなるとやっぱね、タイトルって育つんですよ。だからまあね、まあこれは育つ可能性は十分詰めてます。実名ってことで統一教会の名前を出しちゃったんですけど、はい、なんかそういう方向から何かクレームが来たり抗議が来たりしないかっていう恐怖心とかって撮ってる時はなかったんですか？まあ刺されるのは監督だと思ってたんで嘘、あのですね、まあそれっていつも言うんですよ、実名出したって、これまあテレビだったら分かります、朝日新聞と出せずに毎朝新聞ってやるとかね、ただ全然これ朝日ビールって分かってるのにまた違うことやるみたいなさ、そのことに対しては非常に違和感があった。で例えば去年あったリドリー・スコットだ、ハウス・オブ・グッチっていうのはもちろん創業者一族の話で今のグッチとは関係ないとはいえ、これ 100% グッチ実名なわけですよ。で、ね、そういうことを考えると何をやってるんだと。で実際にでパク・チョンヒだって、あれだったね、 KCIA のあれだって全員パク・チョンヒだって名前書いてないわけですよ。でそれを考えると本当にね、日本は何をやってるんだって、今おっしゃったことは非常によくわかるんですよ。政策でじゃあ抗議来たらどうしようっていう、ただ実際は今回に関しては全く来てません。でそれは僕はもうその当時から言ってたけど、こんな風に統一教会がなってる時にこんなちっぽけな映画でに抗議して火に油を注がないから大丈夫ってで一番僕たちがいけないのはやっぱりね、
僕はいつも常に脳内リスクと言っておりますが、脳内リスクで勝手にそれをリスクを肥大化して、その脳内リスクに忖度して、だから実際に俺はこれダメだってやられたら戦いようがあるけど、お前その脳内リスクっていうことでそれです。ただ何度も言いますけど、そういうことの実名主義をやってると自分まで実名で出さなくちゃいけないという恥ずかしいことになるという落ちだけがついたことだけはご理解ください。だからさ、本当にね、いつも思うんです。もう日本映画が韓国に周回遅れって言ってるけど、もう周回遅れじゃないよと。もう走ってるトラックが違うと、向こうはオリンピック、こっちはもう町内会のトラックしか走ってないということだけはもう自覚して映画作らないと、とんでもなく恥ずかしいことになるっていう。で、その共同通信の記者がね、報道でできなかったら映画化やるしかないじゃないって言ったのは、それは挑発なわけですよ。映画が一番やってないんじゃないかっていう。特に我々のインディーズのようにどこも忖度しなくていい、もっと言うならシネマスコーレでやる分にはミニシアターでやる分には映倫通さなくていいわけですよ。それをね、なんでだっていうふうには思いますね。今忖度って偉そうに言ったけど、キャスティングの問題です。で、これさすがに僕は事務所に入ってる人たちには声かけませんでした。これ多分こういう映画に出て、いろんなことがあるって、それもまた忖度なんですよね。じゃあ田本ソランには声かけていいのかっていう問題はありますが、ソラン君は、連席では加藤三兄弟の一番末っ子で勇気がない、勇気が必要なんだ、三島由紀夫では山口音也をやり、もうで、しかもたまたまソラン君これの直前にフリーになってたんです。ただですね、結局ね、彼はフリーだったけど、他のことはこういうことやってたら意外とみんな事務所入ってます。で、もう関係ないですって言って出てくれたんで、実はそれもバカな忖度したかなとは思ってます。だからこうやってね、こういうこと言うと格好つけて脳内リスクとか言ってるけど、実はゼロではないんです、やってることは。不思議なもんです。はい、はい、今後ともシネマスコーレとレボリューションプラスワンと来年出る福田村事件とスジャック、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。